いや、もうちょっと、もうちょっと。あと何パー？あとどれ？あと何パー？あと 4%。お！あと 4%。あと 4%！ でも、我が輩の 4% クソでかいっすけどね。いや、でもここ、バカ、ここまで来たんだろ、ラプラス！我が輩頑張らなきゃ。頑張って、ラプラス！応援してあげて！ちょっとやばい、もうマジ、ほんと大変申し訳ねえ。え、でもさ、今日、もうさ、この空気だからユキのトイレ行ってきていい？ねえ、この、どうぞ。もうこれいいじゃん、いいよね。いい？え、じゃあ、トイレ行くわ。スバルも行ってこようかな。山ちゃん、ちょっとバー繋げて。ごめんね、ラプラス、本当にごめんね。本当にごめん。あ、リザクを許されない。こんなことってあるか？ちょっと、先輩3人トイレって1人だけ残される、あるか？我が輩だけ離脱を許されなかったんだけど。でも、これは、我が輩が無線 Wi-Fi だからという戒め、許せねえ。あ、てか、ちょっと我が輩マジで配信始めて2分ぐらいで、あ、ここ無理やと思って回線、無理すぎて配信閉じちゃったから、今我が輩の視聴者は、先輩たちの配信から、我が輩のことを見守ってくれているんだよな。ごめんな、我が輩。もう、持ちそうにねえや。マジで全然終わらない。違う、もう今日、もう朝から、マジでずっと永遠にダウンロードしてたのに、一切進まなくて、もうちょっと、湧きつつある不安を抱えて、1時間前、ちょっと、ペコラさんの、生誕配信を見ながら、ドラクエの、あれを聞きながら、ちょっと、やべえな、とか、思いながら、通話にいたらスバルさん入ってきてさ、なんか、え、無線おめえやべえみたいなのずっと、マジで、おめえやべえ今日5000回ぐらい聞いてる、マジ。一生言われ続けてたよ、今日。ああ、お疲れ。何の話トイレ早っ。何の話全然、スバルさんのいいところの話。え、なんか、え、おめえ早えよの話俺ラプラス、あ、いいこと話しててくれたんだ。そう、声でかいな、みたいな。声でかいお前の角を持ってグイーするぞ、お前。あ、みんな帰ってきた、すごい、トイレのタイミング一緒すぎる。確かに。ん？いや、でも、なんかね、仲良くやってたよね、ラプラス。よかったじゃん。